コラボス、大阪五十山。パオ。久しぶりですね。こんにちは、こちら山中谷ステーションやってまいりました。ご無沙汰しております。皆さん元気でお過ごしでしょうか。本日の最高気温は35度の予想となっております。本日も鈴鹿ちゃんハットと夜景ぬで、元気に、重装を目指したいと思っております。今日の お元気でしたか。おかげさまで。どういうプランですかね。これには乗ってないですよ。今日は紀仙アルプスに行きます。あ、ですね。はい、行けるとこまでで。はい、リュウジさん、はい、お元気でしたかね。元気ですよ。あ、元気ですか。おかわりありませんか。イエーイ、イエーイ。一言ないですか。暑いです。暑いですね。じゃあ本日も元気に行ってみよう。いよう。であの4月しばらくオンライン授業だった後は登校型になっておりまして、今8月夏休みになっております。学校はですね、毎日小テストは毎日じゃないかな、小テストも頻繁にやって、実習もしっかりやって、まあレポートもたっぷりやって、忙しくね過ごしておりますが、楽しいです。でも基本楽しいです。大変だけど楽しい。純吉キッチン栄養支援まだですか。ちょうどね、まあ、夏休みにねとってもいいんですけれどね、はい、夏休みは夏休みたっぷり課題でありますんでね、もうしばしお待ちくださいませ。はい、駅から200メーターほど歩いたところ、5分もかからないですね。ここを左に入ります。はい、銀の峰ハイキングコース、イエーイ、パフパフパパフ。9時43分17分が経過しました。はい、あの山中谷の駅から、はい、一回上に行っていくと第二パノラマの方から行くねんけど、そう行こうかな思ったけど、もうちょっと面倒くさいかららしいです。いや、あの第一パノラマだけ行きます。あ、なるほど。あ、で、はい、第一パノラマからこっちの方が行く。そう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 、あ、なるほどなるほど。うん、で、あの上にほら札立てとか、はい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 、なんとか石山。あ、いいね、行ってみよう。はいはい、結構急やな。あ、急急、マイペースマイペース。久しぶりの山道です。でも楽しいね、やっぱり。40からの学生はなかなか大変ですよ。40過ぎてからの私、今年43ですけども。おばちゃん生徒、おばちゃん生徒、見た目はともかくね、脳みそがね、物がねすぐ忘れるからね。何でも復習してね、結構泥臭い思いをしながらテストを出てますよ。毎晩遅くまで勉強してます。頭筋肉痛らしいです。10時10分です。はい、何キロ。距離は 2.4 キロ。はい、じゃあ第一パノラマに到着しました。程よい低さですね。あ、これインクやな。ああ、うん、あ、今日のおやつ。ないよ。ないんか。いなり食べんのか。まだや、雲山峰を越えてかね。らしいです。はい、さっきの分岐点にまた戻ってきました。もうすぐですよ。はい、今から雲山峰を目指します。はい、ここから上がってきました。はい、お腹すいた。あんま、うん、ええー、
なんちゅう話しとんねん。はい、雲山峰を目指しております。はい、時折吹いてくる風が爽やかです。ねえ、やっぱりちょっとちゃうよ、家とは。今年は北アルプスもありませんでしたしね。はい、天の木がありませんでした。残念です。残念です。ちょっと涼しいので助かりますわ。はい、ここまでの工程はですね、今10時48分ですけども 4.6 キロほどですね、駅から、はい、いやもっとね、ムシムシで、あ、虫ブワーン来るイメージだったんですけど、何のことはない、爽やかやし、風が、うん、虫もね、足元にはちょっとまとわりですけど、ここすごくいいね。そして今日はこの魔法瓶に氷を満タン入れてきて、こうすごいいい考えやね。うん、熱中症予防。うん、あ、松のいい匂い。ああ、涼しい。時折吹く風に癒されます。おお、涼しい。涼しいよ、ここ。すごいな。毎朝夜勤して朝ランでラスト 1,2 キロダッシュみたいなことをしとったら、今こうやって人がいないときに鈴鹿ちゃんをかぶって夜勤のを外すとすっごい風通しが良くてめっちゃ息吸えるから逆にびっくり。夜勤なしで出歩くことがないから一日中もうめっちゃ空気入ってくんの。お、息しやすって感じ。いや、だって夜勤のがあかんのっていうよりは普通のマスクと比べると夜勤のめっちゃいいんやけど、それでもなしやとこんな楽なんかって感じね。マスク外されへんもんな、街中やったらな。はい、11時27分、駅から 6.6 キロほどです、はい、2時間で到着しました。雲山峰です。大阪五十山なんですか。はい、ちょっと三角点わかりませんがこちらですね。はい、五十山。はい、あ、ありましたね、三等三角点、これですね。はい、はっ、やりました、登頂。お腹はペコペコなんですが、もうちょっと先の広場まで行って、はい、お昼にします。広場って書いてあるやん、これ 1.1 キロ広場、うん、よし、広場どどん。おー、いい風、うん、はい、昼食会場に到着しました。7.6 キロです。はい、お、いいね。11時44分です。ほどよく日陰ですね。はい、イエーイ。今日はセブンイレブンでお昼を調達してきました。じゃん、お稲荷さん、ごま、梅、五目とおしんこ詰め合わせですね、はい、ちょっと熱いと、こう熱いと傷むのがちょっと心配でですね、コンビニさんのお世話になることにしました。はい、りゅうちゃんもお揃いです。では、いただきます。はい、12時6分になりました、はい、距離は 7.8 キロ、ここの広場から次は大福山を目指したいと思います、はい、ちょっと戻りますね、はい、素晴らしく良い休憩会場でした、はい、はい、さっきはこっちから来ました。
で、広場に行くのにこっちに行きました。うん、ちょっとだけピストンね。はい。はい、で、今日は、遺跡峠面方面。はい。はい。現在地ここで、でってけでってって、で、こっちね。はい。はい、こっちから来て。で、これ右に行くと緩い坂。緩い坂。下に行くと急坂。急坂。どっち行きますか？もちろん急坂やろ。なんでやねん。こっちの方が短いやろ。だいぶ急坂ですよ。ほんまに急やったな。惜しい、取れへんかったわ。これ合流ポイント。これはね、下るのは右をおすすめしますね。結構急やったわ。急言うだけあるわ。ずっこけてたシーンをちょっと取り逃しました。さすがのバランス感とか。伊勢路峠に到着です。はい。12時29分、距離は だいぶこっちやろ。うん、距離は 9.3 キロです。はい、はい、大福に向かいます。はい、もう立派やなこれ。うん、何度かな、31度かな。うん、セミ街道です。あ、今日は風がちょっと吹いてて気持ちいいです。はい、12時50分になりました。距離は 10.7 キロ。はい、3時間24分経過。じゃーん、到着しました。もっと上かな。え、上。あ、オンストラストバテエイソワカ。素晴らしい。海が、今日のゴールは海です。ゴール、うん、はい、大福山が終わり、さっきの分岐点まで戻ってきました。そして今度はこれかな。違いますね、左。公園なんて読むんでした、これは。忘れました。まな板石山です。へー、ちょっと無理やな。まな板石山まで1キロ。おー、イエーイ。はい、行って帰ってきます。ここに帰ってこないといけないです。またいるんか、まな板石。いる、行ったことないからいる。はい、 11.7 キロです。はい、13時9分。まな石、まな板石山。むちゃやわ。まな板出てくるよそれ。まな板、ほんまにまな板の、まな板だ。知らん。へー、大阪五十山です。へー、イエーイ。まな板石山って書いてる。本日第3座。おー、これ大阪五十山、はい、久しぶり。さっきの雲山峰も大福も大阪五十山やで。マジか、これそれにカウントするんやね。うん、そうやで。もう今更やわ私。うん、第3座。やりました、イエーイ。本日第3座。イエーイ。あ、はい、三角で、はい、やります。まな板。なんじゃそりゃ。拾うけど、ちょっと命やりたかったけど。やりました。はい、あと200メートル先に展望台があるから、そこを行って戻ってくるんです。めっちゃ
はい、展望台です。ああ、こっちからも来れるんや。ああ。箱作りっていう駅があるらしいね。すごい、綺麗。ね、海まで来たって感じするわ。はい、大福山へまた戻ってきました。はい、時間は1時27分。距離は12.7キロです。はい。ちょうど4時間がスタートから経過しました。はい。残すとあと2座。2座ですね。はい。はい、ここ大福山です。はい。奥部峠。はい。どこや。札田店。ここ行く。こう行って。はい。飯盛山。はい。で、三崎公園。で、ゴール。ゴール。おお、標準で。75、2時間15分、はい、ここまでかな、はいはい、で ここまでがあるから3時間、はい、3時間ね、2時だから5時にはゴールできるかなって、はい、よし頑張ろう、素晴らしいスポットです、大福山からちょっと降りたところにあります、このポイント、素敵素敵、うん、絶景ポイント、やっぱ風爽やかやわそうだよね、秋ですか、早いけど、真夏にしては爽やか、うん、本当に綺麗にしてあるね、標高はね、300ないぐらい、280ほどなんですけど、お、はいはい、もう街中を語ろう、信じられへんぐらいの爽やかさ、おわー、かわいい、奥部峠、奥部峠、はい、13時41分です、はい、距離は 14.1 キロです、はい、これを右じゃなかったかな、右かな、あ、ここに書いてある。見返り山、札立山は右。はい。武蔵谷？武蔵谷。はい。はい。はい。うん、すごい爽やか。めっちゃいい山やこれ。そうやな。うん。ここからちょっとだけ登りがある。山やから登ったり下ったりやで。爽やかトレイルでした今の、奥部峠から札立山へ向かっています、はい、ここは五十山じゃないね、見返り山なんやね、見返り、何の見返りや336メートル、立派のいいね、五十山ちゃうんや、五十山違います、今まで来た山を振り返るってことかな、こういう町々を、あ、後ろ見るってこと、いや、ここか、向こうから来た人が振り返るんじゃん、この街を、あら、そうで、思ってみる、よう見えるやん、下の街、よし、水を補充します、はい、札立山に向かっております、どうですか、いい道ですね、紀仙アルプスは走れる山ですね、これは、ん、おすすめですか、走れる山です、ああ、そうですね、うん、よく整備されてます、はい、真夏なのに近くに行けないよね、ここに来てこの階段は答える山やばい、すごいね、ここ、この道、ところどころ展望ポイントには、あの、椅子が置いたんだ。新池展望台。ちょっと休憩します。はい。素敵。ちょうど14時。はい。15.4 キロですね。ああ。これは素敵やね。ああ、気持ちいい。うん、素敵。332メーター。はい。この辺りは、蜘蛛の巣エリアです。ですね。雲の空です。絶景ポイントにやってきました。またまた。東山。東山？札立て東山やて。あ、そうだね。札立てではない。ほらほら。惜しい。惜しい。もうちょっと札立てまでは。よく風が通るね。あ、木の皮満喫コースやな。はい。何ですか？行けそうな気がしてきました、ゴールまで行けそうなって、これもういかんとどうしようもないでちょっとね、ここのとこの暑さはね、普通じゃなかったしね、あの部屋の中でもエアコンつけんと折れんかったからね、はい、ちょっと不安やったんですけど、なんのことはない、あのこの山の方が
涼しく感じる、本当にねえ快適です。遠野さん多いですが、もう行ってもらわんとね帰れないです。来ました、はい、本日第4座目、イエーイ、札立山 349.2m。 やりました。左平井峠、右奥部峠、へえ、きれいね。この机とかもやり替えてあんね、すっごい丁寧。札立広場やって、すごい屋根付き。立派。へえ、飯盛山こっちや。めっちゃ立派。距離はね 16.5。 はい、ここですね今。めっちゃ立派。次は飯盛山で三崎公園。1時間やな標準で。でここも1時間ぐらい、多分な。まあここで90分って言うんやからな、まあとりあえずあと1時間したら飯盛山ってことやな標準で、はい、よし40分ぐらいでしたよ。はい、ゴー。この道は初めてやと思う、多分。ここな、感じ違うな。こうなんの？はい、純喜選手、コンボロスと格闘しております。これまでかなり草も刈られて整備されてた道が、なんか草ボーボーになってきました。こっちの方向の草少ないんでしょうね。いや、普通はこうなんや。さっきまでなんかできすぎやったんや。そうやな。うおぉ、なにこれ。ちょっと手入れんかったら、ちょっと両側振り出してるから切ってくよ。はい。どっしゃー、この辺ちょっと焼けてるんだ。こっちな。よっしゃ、うわ立派、近畿自然歩道。はい、立派な道やね。ゲロゲロやな。お前、いい森山寺。なんか鳥居があったりね。純ちゃん、えらい元気出てきたな。イエイ。なんでやねん。いや、もうすぐ終わりやからね。オッケー。バテバテやで、もう。イエイ。変なの。はい、エネルギーがなくなってきたのでウィダーインゼリーで補給します。かなり疲れてきました。はい、本日第5座、15時5分、距離は 19.16 キロ。はい、飯盛山、めっちゃ立派、近畿自然歩道タッチ。うわあ、すごい。よかった、これて。ああ。やったー。これもう海そこやん。そこやん。やったね、もう海ゴールやね、これ。めっちゃ取れた。取れたな。頑張ったな。いやー、やった。ちょっとね、遅々スタートだった割に3時になって、いろいろバカだったんよね。ほんまや。イエーイ。ちょっと登りきつかったんですかね。ラバー階段急やったね。ちょっと急速にペースを落とされました。リュウジさん、よくぞここまで無事にたどり着きました。ウィダー飲んだ飲んだ、よかった。この山はコース道迷いがなく、すごく道しるべもしっかりしてて足元も歩きやすいんですが、六甲とかと違って給水ポイントが全くないので、水を多めに持参されることをお勧めします。そして札立山からこの飯盛山にかけてがちょっとあのヤブっぽいですので、まあ、できたら長ズボンがいいかなって感じですね。熊笹があるのでね、そんな感じでした。はい、3時20分、いよいよ下山開始です。はい、飯盛山でちょっと持ってきたパンを食べてエネルギーを補給しました。はい、ロッピーチーズ最高。はい、ますます元気。すごいわ。
岬公園駅に向かってますが、もう下りしかないと思ってたらちょっときつい登りが出てきてちょっとめげてます。下りもすごい急やったね。急やったな。あれやで、あの飯盛山で終わった気にならずにもう一気合いが必要だったと。やれやれ。後ろを振り返れば、おお、いい森山。ねえ、結構来たやん。ああ、やれやれ。なかなか終わりません、我々の旅は。命の水です。こぼすなよ、もったいない。垂れとるがな。ゲボ。休憩所があるということは展望がいいところです。あ、岬公園の観覧車が見えてます。あれ、なかなかパンチの効いた5キロやったね。はい、もう殺されるか思いましたわ。もう森山ね、なかなかね下ろしてくれませんよ。確かに5座重装プランなんですけど、気持ち的には7座ぐらい行くつもりで行かんと、いい森で終わった勇気でおったらえらい落胆しますね、これ。アップダウンがそこまで行くまでのどこよりもきつかったね。思わへん。いやいや、もう最後やからそう思っただけやろ。そうかな。まあでも細かいアップダウンがいっぱいあったな。本当に私の苦手とするあの下りの最後のスピードが結構あると思うんやから、ちょっと疲労した足にだいぶきましたね。ほんでやっと海が見えてきたんでちょっとホッとしましたね。海が見えたんでだいぶホッとしました。はい、いい森山で使い果たせないように注意です。はい、使い果たしてしまいました。やっといつになったら終わんねんと思いました。16時19分、はい、22.7 キロ、はい、なんか今日は15キロとかいう噂やったんですけど、誰が言ったんやそんな。多すぎですね。雲山峰までやろ。これね、道は掃除ってよく整備されてて、道迷いの心配がないっていう意味ではすごく良かったですね。はい、ただあの計算外に飯盛山を過ぎてからがまあしんどかった。札立山から飯盛山に向けての道もちょっとやぶっぽいので、できたら長ズボン、そして夏場でも日陰が多くってね、思ったよりこういうところよりも全然涼しく感じて、いいコースではあった。ただ水はしっかり持っていこうという感じでしたね。リュウジさんどうでしたでしょうか。バテ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 、あれなんか最初調子良さそうやったのに途中から急速にバテたね。どうしたんでしょうか。でもね、今日はね私より荷物をいっぱい持ってくれたしね、どうもありがとうね。暑かったね、お疲れ、はい、じゃあ海までもう一度頑張りましょう、はい、ローソンに立ち寄りました。こんな感じです。今日アップルマンゴー、イエーイ、超嬉しい。いただきます。マンゴー、何ですかそれは。アップル？アップルマンゴー。アップルマンゴーっていうのはね、この表面の皮がリンゴみたいに真っ赤っかなのよ。出た、栄養士うんぬん。なんでやねん、栄養士並んでも知っとるわ。でっかいボトル買うて。これで91円やからね、もう水神。どんだけ飲むねん。もうね、めっちゃ節約しながら飲んどったんよ。もっといっぱい持ってきたらよかったと思って、どんだけ後悔したか。もうね、神。ローソンです。はい、漁港にやってきました。やりました、ついに海ゴールが達成できました。まだやで、海入らない。やってきました、海です。海ですね。ちょっとイメージした砂浜とはちゃいますけども。
どうでしたか。あのね、すごい旅に来た気分になったね。いや、海やっぱいいね、日差下でも入ると、うん、楽しい。ここまで頑張ってきてよかったです。やっぱり駅行ってもらってよかったね。今日はもう26キロですね。いやでも久々にね、うん、楽しかったね、はい、また皆さんお会いしましょう、はい。